はい、皆さんこんにちは。限界一人暮らしとは車遊びがしたい男、ヨグです。 NA、NB のロードスターに乗ってる方って結構ロードノイズであったりミッションからのメカノイズすごく気になってる方が多いと思います。僕もその中の一人なんですけど、今回は面白いアイテムを手に入れましたのでご紹介したいと思います。それがですね、こちらです。こちらはですね、TK オリジナルスさんのシフト遮音ディスクといったものになります。こちらは個人の方が制作されてヤフーオークションで販売されておりまして入手することができます。ノーマル版、強化版、最強版と3種類ありまして、僕は一番強い最強版を選びました。そしてこれがどういったものかと言いますと、シフトレバーの付け根の部分にこれを差し込んで、そうすることによってシフト周りからの雑音を遮断することができるという仕組みになります。 NA、NB のロードスターのマニュアル車に取り付けることができまして、残念ながらオートマの方は取り付けることができません。それではこちらの効果も気になりますので、早速取り付けていきましょう。はい、それでは、取り付けていくにあたって、まずはセンターコンソールを外してシフト周辺を分解していきたいと思います。センターコンソールはですね、こちらと反対側のこちら、そして灰皿の下のこのネジと、あと、ここの非常機のところを開けると中に2本ネジがあります。これらの、合計5本のネジを外しますとセンターコンソールを外せます。ネジが全て外しましたら、シフトの棒を外します。そしたら、前側をちょっとこう開きながら上に持ち上げて全体にこうスライドさせれば外すことができます。こちらの裏側に、一般的なロードスターでしたら、パワーウィンドウのハーネスであったり灰皿のイルミネーションの、配線がありますので、そちらを外していきます。僕の場合は、こちらが USB になっておりますので USB の配線を抜きます。はい、そしたら次にセンターコンソールの下にこういったボロい雑巾みたいなやつがありますので、こちらを外します。そうするとシフトのインシュレーターが見えます。僕のロードスターもここのインシュレーターがボロボロになっておりますので、ちょっと今回は交換しないんですけど、近々こちらの交換とシフトオイルの交換の動画も撮りたいなと思っております。インシュレーターはですね、こちらとこちらとこちらとあとこちらの4つのネジを外せば外すことができます。後ろ側の2本のボルトは配線を抑えるステイの役目を果たしておりますので、こちらも外します。ネジが全て外すことができましたら、インシュレーター自体を上に持ち上げて取り外します。はい、外しました。僕のロードスターもかなりボロくなっていたんで簡単に外れたんですけど、そうじゃない方は、こちらのカラーを切らないと取れなさそうですね。はい、インシュレーターを外すとこんな感じです。もう前から薄々感じてはいたんですけど、完全にここのダストブーツがちぎれてしまっておりますね。もう中が丸見えです。これはあまり良くない状態ですね。まあ、ダストブースであったりインシュレーターは後々別の動画で交換することにしまして、今回は遮音ディスクがどれほど効果があるのかを見ていきたいと思います。それでは一旦シフト周りがむき出しの状態でエンジンをかけてみます。動画だとちょっと分かりにくいかもしれませんけど、結構こうミッションのメカノイズシャーって音が聞こえていると思います。そして中から覗くと分かりますけど、アスファルトが見えておりますよね。まあ、ですので、走行中のロードノイズもここから入ってくるというわけです。ではここに、遮音ディスクの、まず下側を取り付けていきたいと思います。はい、めちゃくちゃ変わりました。こんな手で全然違いますね。一回これ外してみます。シャーって言ってますよね。ほっぺんかぶせます。いや、すごい、全然違いますね。では効果も分かりましたので、残りの部分も組み立てていきたいと思います。まず、残り2つがこういった感じなんですけど、こちらの大きい方を通していきます。はい、こんな感じですね。そして、こちらの小さい方はインシュレーターの裏側のこちらの方にこんな感じで差し込めばいいのかなと思います。はい、それではちょっとインシュレーターも本当にボロボロなんですけど、ちょっとここは無視して取り付けていきたいと思います。はい、このように取り付けたら、あとは最初のようにネジ4箇所で止めていきます。はい、取り付けが終わりました。そして、取り付け後特に支障もなくシフト操作も、今まで通り行います。そしたら、最初に外したこちらのボロ雑巾を上からかぶせて、こちらも
そしてあとはセンターコンソールを戻して完成です。センターコンソールの戻し方は序盤に紹介した外し方の逆の手順で行うだけですので、スキップさせていただきます。それではシフト遮音ディスクの取り付けも終わりまして、こちらを当てている状態で実際に遮音ディスクを乗せたり外したりっていうのである程度効果を体感できましたので、今度は実際に走行してどれぐらい変わるかを見ていきたいと思います。あれからしばらく走行したんですけど、まあ、結構効果体感できますね。まあ、そんなにめちゃくちゃ変わるかどうかって言われたらそうではないんですけど、オーディオは聞き取りやすくなったり、エキゾーストが心地よく聞こえたりっていうので、まあ、それなりに体感できてますね。もうエンジンの高回転までこう引っ張っていった時に、今までだとミッションからのノイズが結構来てたんですけど、まあ、それがなくなって純粋にこう排気音だけを楽しめますので、これはかなりありです。シフト遮音ディスク非常に効果を体感することができました。まあ、走行中に今までよりもオーディオのボリュームを小さめにしても全然聞き取れますし、走る最中にミッションからのノイズが少なくなりますので、よりエキゾーストノイズを楽しむことができます。そして今回の作業でシフト周りのインシュレーターであったりゴムのダストブーツがもうボロボロになっておりましたので、近々そこの交換とシフトの中にあるオイル交換の動画を撮りたいと思っておりますので、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。そして今回取り付けた TK オリジナルさんのシフト遮音ディスクはですね、ヤフーオークションでロードスターシフト遮音ディスクと検索していただければ出てくると思います。お値段もそれほど高いものではございませんので、 NALB 乗りの方ぜひ捨ててみてください。本日も動画のご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は高評価やコメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。ロードスターメインで DIY でできる動画を上げておりますので、これからもよろしくお願いします。 SNS もいろいろやっておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。